イカーヌ！バーター！ジース！ゲルダ！ゲニュー！ミン！ナ！ソ！ナ！テイ！ギリル特戦隊！行くぞ！はい！ゲロン！スリアー！くっ！うわっ！チェンジ！しまっ！父さんがギニューに？え、違う。ギニューが父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。ビクーム！バーター！キース！グルダ！ゲニュー！ミン！ナ！ソ！ラ！テイ！ギリル特戦隊！俺がベジータだ。あとの枠のわからん奴らはお前たちがじゃんけんで。そりゃないですよ、ギニュー隊長。ひどいっすよ。天才！おい、グルド！お前はフリーザ様にドラゴンボールをお求めでしろ！いいな！わかりましたよ。なんか今日隊長機嫌悪いな。すげえ、あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でもなんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。まだギニューはここで戦うことはないはず。すでに歴史の改変が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ？俺とベジータの勝負に入ってくるとは、いい度胸をしてるだろう。まあいい、このギニュー様が一緒に相手をしてやろう。ただの雑魚かと思ったが、なかなかやるようだしな。隊長、張り切ってるな。よし、じゃあジャンキー気を解放しろ。お？こいつは意外だったな。あのチビたち、戦闘力が1万を超えやがったぜ。そりゃ面白くなってきた。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい。確かに皆さん強くなっています、父さんも。ですがギニューとリクームの相手では厳しいでしょう。なんとか
皆さんを守って敵を倒してください。どいつもこいつもチャコバカと小馬鹿しい。体調機嫌悪いよな。お前また隊長のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。この間のも俺じゃないって言ってんだろ。嘘つけ。嘘じゃねえよ。しかし本当に気分悪い。怖い怖い。このベジータ様をなめるな。やはり父さんとも怪しい気配だ。父さんの力が増しているのはこのせいなのか。だから改変された歴史ではギニューは父さんとボディチェンジを。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クリリン、ホワン、おめえたちドラゴンレーダーでボールを探してくれ。すまん、やつらの宇宙船ってとこにあると思う。その方角から大した気も感じねえしな。あいつを倒すことができたらオラもすぐ行くから。わかった、頑張れよ悟空。出やがった。ほっておけ雑魚だ。よし、私も行くぞ。面白い。アバよカカロット。ベジータ、ベジータのやつ、オーラをこいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを。誰が手を貸せと言ったか。しかし隊長、ほら向こうも光ですし、それにならばとっとと肩をつけるぞ。はい、貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いけない！なんだ？まさか、こんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっ
っと元に戻れるチャンスもあるはず。キンガが僕さんの体を狙っていたわけですし。はい、貴様なんてことをしてくれたんだ。すいません。同じサイヤ人でもあの体とは潜在パワーが違うのだ。すみませんなんだか様子がおかしいぞ。ボテマ、さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。クルッシャー、なんかよくわかんねえけど、あっちなんだな。よし、とっととかかってこい。今度こそあの殻を手に入れてやる。なあ、ちょっと頼みがあんだ。ご飯とクリームを手にドラゴンボールを探してきてくんねえかな。この姿奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。おめえなら信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう宇宙船に。あなたの体のことは少し気になりますが、ご苦労さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだぞ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。